どうも、松田です。今回はですね、結構ね、そのリクエストの意見の多かったお風呂の中でできる、リンパマッサージを説明していきたいと思います。で、結構お風呂の中って体がもう温まっている状態でマッサージができるので、その普通にマッサージするよりかも効果がまあ2倍ぐらい変わってくるので、ぜひですね、まあ、お風呂の中でも実践して試してやってみてください。それでは早速やっていきます。はい、でまず最初なんですけど、ここのね、この脇の下のところをに親指を当てて、こういう感じでグリグリほぐしていきます。なんでここかっていうと、リンパがここに詰まってて、ここを流すことによってしっかりとリンパが流れていきます。これを両方右と左でやっていきます。だいたい15秒ずつぐらいで大丈夫です。まずこっちの方からやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15で反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、そしたらですね、今度はここの首ですね、ここもリンパが詰まってます。この指を使って下の方に流していきます。これ10回行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたら今度はですね、鍵爪でこうフェイスラインのところを流していきます。で、お風呂の中だと水分があるので、より普通にやるよりかも摩擦が少なくできます。で、これも10回やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたらこの2本の指を使って頬骨を押さえます。で、指圧してくるくるやっていきます。これ10秒やっていきます。はい、指圧して 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい、で最後にこの手の指を使ってこう上下に動かしていきます。これも10秒ぐらいやっていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で今のがですね、そのお風呂の中でできる、まあ、おすすめのマッサージ方法です。で、まあ、毎日やっていただければ結構効果もすぐ出ると思うので、ぜひ皆さん試してやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いします。ではまた。